最初のテーマはこちら、年下男子の燃える仕草ですね。はあ、あなたは一体どんな仕草にキュンとしますか。イグサ、イグサいいね、畳ね、いいね、畳は落ち着くよ、日本人だからな、ほんとあった方がいいね。和室はね、和室ください、うん、でもトイレは用、そうですね、そりゃそうですよね。いや、トイレはすごいですよね。外国の方たちもね、日本のトイレには感動してますよ。セレブは買って帰りますかね、ウォシュレット。すごいよね。でも俺はまだビデオ使ったことがないんだよ。ビデオは男子使わないから。なんだと怒らないで、うん、怒らないで。そうだったのか。じゃあなんでうちのトイレにビデオついてんだよ。うん、あれ、最初から全部ついてんのか。ついてます。女性も使えるよね。違うぜ。違うぜ。デパートとかの男子トイレに行ったら、うん、ビデオはついていないんですよ。ついてない？倍返した。俺倍返しされたんだ今。倍返しされた。俺お母さんに聞いちゃって、ビデオって何って。あ、何すかって。電話で。電話じゃねえよ。お母さん見てて何すか。電話じゃなくて子供の頃に聞いちゃって。なるほどね。そう、子供の時出てきたからね。そう。あれは革新的だったな。忘れられないよ。というわけで、そういう燃える仕草をですね。はい。はい、送ってきてください。何これ、もしかしたら今後の僕たちの演技で影響があるかもしれない。どういうこと。今更じゃない、年下役をやるときにってこと。ああ、はいはい、大体年下役だわ。もう年下はないかな。え、自分より年下ってことじゃない。ああ、自分よりは年下だね。ああ、そうかそうか、それはそうだね。だから大体そうじゃない。そうでした。じゃあもう年下ばっかです。じゃあとりあえず年下男子の燃える仕草送ってきて、お待ちしてます。